にちは、商店街散歩です。今回は宮崎最大の歓楽街西立に来てます。西立は宮崎県宮崎市の中心部にあります。最寄り駅は JR 九州日豊本線の宮崎駅です。国道220号線立花通り西側にあります。長さは約200メートル。この中に1000を超える飲食店が並びます。ちなみに一つ前に一番街商店街という商店街をアップしたのですが、一番街商店街からも気軽にアクセス可能です。ああ、なるほど。じゃあ、あっちですか。そうや。あ、すいません。ありがとうございます。な、番組、YouTuber？ あ、YouTuber です。あります。すいません。この西立通りの周辺には同じような飲食店歓楽街が集まっていて、このエリアは西立と呼ばれています。宮崎駅、宮崎空港、宮崎県庁、宮崎区役所が近いので人が集まりやすく、需要も十分にあることがうかがえます。宮崎といえばプロ野球のキャンプ地を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。全国各地から宮崎へ訪問した際に、空港から近く華やかな西立通りは多くの人をワクワクさせるスポットです。このカラフルな提灯は一年中飾られており、とても賑やかな印象ですね。ちなみにお笑い芸人の玉袋筋太郎さんは西立大使だそうです。この西立通りが歓楽街として発展したきっかけは、1956年にオープンした一軒のバーです。南九州では初めて洋酒の取り扱いがありました。その頃の西立周辺は住宅街で、旧国鉄の寮の払い下げ領域だったそうです。今とは全く異なる光景だったのでしょうね。さて、散策はこのぐらいにしたいと思います。また次の商店街でお会いしましょう。それでは。ご覧のスポンサーの提供でお送りしています。